ウリは首を横に振り、薬草は妊婦さんや出産すぐの人が食べない方がいいものもあるから塩だけでいいよと言って、洗濯物や石鹸が入ったたらいを抱えて階段を降りていく。塩だけで焼くよりはハーブ焼きの方が好きだけれど、母さんが食べられなくなるのでは意味がない。薬草がダメならせめて父さんのお酒をちょっともらおうと。私はトゥーリを見送ると家に戻って冬支度の部屋へ向かった。お肉を取ってきて台所の棚に置かれている父さんのお酒に手を伸ばす。父さんがいる時に私が料理にお酒を使おうとすると、父さんは必死で抵抗する。俺のお酒を使わなくてもマインの料理は十分うまいぞと言うけれど、あれは少しでも多くのお酒を確保しておきたいだけだ。父さんが嫌がっても私はお酒を使うよ。お肉を食べる時にお酒で下処理をするのとしないのでは大きな違いがあるからね。お肉をお酒と塩で揉んだ後は普通の野菜を切り始める。まだ危険な野菜の処理は難しいものも多いけれど、さすがに私も危険野菜と安全野菜の区別がつくようになってきた。あれ、神殿で冬ごもりしてたせいで下手になってない？長いこと神殿にこもって何から何までお世話をされるお嬢様生活をしていたせいで感覚が鈍ったようだ。ナイフを持つ手がちょっとプルプルする。切ない。ただでさえ低い生活力がまた低下してるよ。家事も日常的にしなきゃダメだね。生活力の低下を嘆きながら怪我をしないように気をつけて野菜を切っていく。あ、バルゲールだ。これはスープに入れるよりバター炒めがいいな。バルゲールは一見ホワイトアスパラに見えるけれど、味としてはベビーコーンとかヤングコーンと言われるものに似ている。湯がいてバターで炒めたりクリームに絡めたりすると美味しい春の味覚だ。ただいま。私が野菜を切っていると洗濯を終えたトゥーリと酔っ払ってご機嫌な父さんが帰ってきた。父さんはこれを干してね。私たちはご飯の準備をするから。トゥーリは洗濯の終わったおむつを父さんに渡してたらいを物置へ置きに行く。父さんは台所の天井付近に張り巡らされた何本もの紐に布を広げて干し始めた。食事の準備をしている時に布を広げられるのは落ち着かないけれど、カミルのおむつが乾かないのは困るから我慢するしかない。晴れたら外に干せるのにね。ああ、雨は困るぞ。毎日おむつは汚れるのに乾かなくなるからな。台所にゆらゆらとおむつが並んで揺れる光景は見慣れていないせいでどうにも落ち着かない。紙おむつの偉大さがよくわかる光景である。しかも吊り下げられているのは布のおむつだが、裏の時代に見たことがあるような白いものではなく、ボロ布を縫い合わせたようなものだ。もっと清潔にと思うけれど、布がないのだから仕方がない。何よりも汚物で汚れるのが分かっているおむつに新しい布なんて使えるわけがないでしょと言われれば反論できなかった。何度も洗って布が薄くなって柔らかいので肌触りだけはいい。マイン、どこまで終わった？私に切れる野菜は終わったよ。もうそろそろバルゲールも終わりだね。結構硬くなってる。一番美味しい時期が過ぎてしまったバルゲールをトゥーリに見せると、そりゃ春も半ばに近づいてるもんと当たり前の答えが返ってきた。寒さが長く残るときはバルゲールも長く残るけど、私は早く暖かくなってくれる方が嬉しいよ。森で採れるものが増えるからね。トゥーリがお肉を塩焼きにしてバター炒めにしたバルゲールを添える。私はその間に春野菜のスープを作った。マイ、母さんを呼んできて。トゥーリに言われて私はカミルを起こさないようにそっと寝室に入る。母さんはカミルの横で寝ていた。もう薄暗くなっているからだろうか、
顔色が悪くてすごく疲れているように見える。起こすのをためらって私はなるべく足音を立てないように台所へ戻った。トゥリー、母さんが寝てるんだけど。じゃあ起こさなくていいよ。カルラおばさんたちが言ってたの。お産の後はできるだけ体を休めなきゃダメなんだって。トゥーリが配膳をしながらそう言った。お産の手伝いをしている時におばさんたちからいろいろと聞かされたらしい。出産してしばらくは母さんがほとんど動けないから家族が協力して家のことをしなければならないそうだ。そういえば裏の地代にも床上げって言葉があったくらいだもんね。マインは見てないからわからないかもしれないけど、お産は血もいっぱい出て母さんがすごく苦しそうで痛そうで本当に大変だったんだよ。トゥーリが小さい声でつぶやき、心配そうに母さんの寝ている寝室を見る。今回の出産では追い払われたし、裏の時代でも身近に出産した人がいなかった。本で読んだことはあるし、話だけならば聞いたことがあるけれど、実際のお産を知らない。産後の母さんがどんな状態なのかは想像するしかないけれど、とても大変そうなことだけはわかる。しばらくは母さんに家のことをさせないくらい頑張ってお手伝いをしないと。母さんに無理をさせたらなかなか体が元に戻らないんだって。だからマインもできるだけ手伝ってね。わかった。その夜はカミルが泣くたびに目が覚めた。間近で泣かれるのでどうしても意識が浮上してしまうのだ。母さんがあやしながら授乳するのをぼんやりと見つつ、目を閉じるのを4回くらいはしたと思う。おかげで寝不足だ。朝から頭がぼーっとする。3日もすれば泣き声に慣れて眠れるようになると思うけどね。困ったように私の頭を撫でながらそう言った母さんに、そんなに簡単になれるわけないよと返事をしたけれど、2日目の夜は泣いているカミルの泣き声を意識の向こうの方で聞きながらほとんど起きることなく朝を迎えた。私意外と適応力高いかも。マインは当然になんだよ。今日も寝不足のトゥーリが私をじとっと睨みながらぐっすり寝ている父さんを指さした。身食いの捨て子。家や近所でやる誕生祝いのイベントらしきものをすべて終えると家族も日常へと戻っていく。私も今日からまた神殿へと行くことになった。迎えに来てくれたダームエルとフランを連れてギルベルタ商会へ向かう。お祝いのお礼としてベンノにカミルの可愛さを伝えなければならないのだ。ついでに印刷関係のお話もしなければならない。本当にね、生まれたばかりですっごくちっちゃくて泣いたら赤くてくちゃくちゃで可愛いんです。まさか弟がこんなに可愛いものだと思いませんでした。道中でルッツとフランとダームエル相手に延々と語っていたことをベンノにも語る。ベンノはものすごく嫌そうにこめかみを抑えた。もういい、うちの子自慢はオットーで聞き飽きているんだ。さっさと印刷の話をしろ。え、コリンナさんのところ生まれてたんですか？私聞いてませんよ。いつの間に？と私が目を丸くするとベンノはムムッと眉根を寄せた。言っていなかったか？お前が神殿にこもっている間だったから忘れていた可能性はあるな。夫があまりにもうるさいから、お前の父親から話が流れているかルッツかレオンから聞いているものだと思っていたが。そう言いながらベンノは赤褐色の目をルッツに向ける。視線を受けたルッツは困ったように肩をすくめた。旦那様から話をするのが筋だとレオンから聞いたのであえて言いませんでした。まあ確かに俺が言うのが本来だし、生まれてからマインと顔を合わせたが、そんな話をする余裕がなかったな。金属活字の完成の時も、青色神官の見学で呼び出された時もと言いながらベンノは少し遠い目をした。
思い返してみれば確かにいつもバタバタしていた。とてもコリンナの赤ちゃんが生まれたんだなんてほのぼのした話題が出せる状況ではなかった気がする。改めて報告しておくか。冬の終わりに生まれた。名前はレナーテ。ギルベルタ商会の跡取り娘だ。今後よろしく頼む。うちの父さんが周囲に言いふらしている様子と比べるとあまりにも淡々とした紹介に私は首をかしげた。ベンノさんはあまり舞い上がっていないんですね。待望の跡取りなのに。ああ、オットーが俺の分も舞い上がっているからな。あいつはアホのように甘やかしそうだ。俺が厳しく教育しなければギルベルタ商会が潰れる。苦虫を噛みつぶしたようなベンノに苦笑が漏れた。厳しくしなければと言いつつ甘いことを言うベンノが容易に想像できる。なんだ。いえ、なんだかんだ言ってもベンノさんは結構甘いですから。あん。ジロッと赤褐色目で睨まれたが私は肩をすくめた。コリンナさんに教育を任せておけば大丈夫ですよ。にっこり笑って穏やかに優しく甘くしっかり利益を確保できる跡取りに育ちますって。コリンナのおっとりホヤホヤしている雰囲気に騙されるが、後で思い返してみると貴重な情報をベラベラ喋っていたことに気づいてがっくりしたことが何度かある。ベンノは私が甘い対応をしていると指摘してくれたり、情報を垂れ流していることに気づくようにヒントをくれたりするが、コリンナは一切しない。笑顔でさらに情報を得ようとする。フリーダはガッと前のめりになって商売の話をするので思わず引いてしまうけれど、コリンナは世間話の延長で情報を得ていく。商売相手として考えるとフリーダより怖いんだよね。商人として考えるならばベンノの方が甘いくらいだ。多分ベンノの場合は商人の見習いとして私を育てようとした時の保護者感覚が今でも続いているせいで私への対応が甘いのだと思うけれど。そのコリンナを育てたのは俺だぞ。じゃあギルベルタ商会はしばらく安泰ですね。私の言葉にベンノは当然だとうなずいて今日の本題を促す。それで印刷に関する話とは何だ。活版印刷はしばらくするなと新館長から止められました。このまま突き進むと対立する既得権益が貴族になるそうです。私たちに勝ち目がありません。貴族が既得権益？それは逃げるが勝ちだな。既得権益に喧嘩を売るのが好きなベンノもさすがに貴族相手に喧嘩を売るつもりはないようだ。私は少し安心しながら新館長に言われたことをベンノに伝える。具体的には写本は貴族がしているので大人向けの字がびっしり詰まった本を作ってはならないということでした。子供向けの本を作る分には対立しないだろうと言っていたので、これから数年間は子供向けの絵本作りに全力で取り組みたいと思います。全力だと？むしろそっちを具体的に言え。ベンノに睨まれた私は大きくうなずいてこれからのマイン工房の事業計画を発表する。具体的には絵に色付けができるように色付きインクの開発をします。それから老原紙の開発をしてガリ版印刷の技術を向上させたいと思います。結構大急ぎでしないと間に合いません。間に合わない？何に？怪訝そうに首をかしげるベンノに私は胸を張って答えた。うちの可愛いカミルの成長に合わせた絵本が必要なんです。カミルのためにも全力で取り組みますので、近いうちにローの工房に紹介してくださいね。それは新館長からの許可を取っているのか？ものすごく疑わしそうに顔を歪めながらベンノは私に問いかけた。新館長からもベンノからも許可を取れ報告しろとしつこく言われているのに、はみ出たことをするわけがない。新館長は子供用の絵本なら
既得権益とぶつからないから構わないって言っていましたし、絵本に色をつけるのはもともと新館長の注文なんです。ビルマの絵は白黒ではもったいないとか、本には色がついているべきだって。許可を得ているならいい。近いうちに老工房の親方と会えるように手を回そう。老の工房へと連れて行ってもらう約束をして、私はギルベルタ商会を出た。おはようございます。ただいま戻りました。お帰りなさいませ、マイン様。デリアとロジーナに迎えられ、私は青の衣に着替えた。着替えながら二人にカミルが生まれた話をする。先日私の弟が生まれました。名前はカミル。生まれたばかりですごくちっちゃくて、泣いたら赤くてくちゃくちゃで、とても可愛いんです。マイン様、その言い方ではあまり可愛いようには聞こえませんわ。クスクスとロジーナが笑いをこぼす。赤くてくちゃくちゃしたところもカミルは可愛いのだが、あまりうまく伝わらないようだ。マイン様の弟が可愛くても可愛くなくても私たちには関係ないですけれど、どうして私たちにそんな話をするのです？たくさんの人に話して覚えておいてもらうためですって。カミルが誕生したことをたくさんの人に知らせてほしいと言われたのです。ひとしきりカミルの可愛さについて話をし、満足したところでフェシュピールの練習を始める。ロジーナの指導を受けていると1階でノックと扉の開く音がした。しばらくするとフランが階段を上がってきて、少しばかり困惑した顔で声をかけてくる。練習中申し訳ございません。マイン様、ビルマが火球の用があるそうです。